常時的意味のお茶です。ということで、今回ガチキング後半戦ということで始まっていきます。おもちゃ TV が最下位ということで、ガチキングのね、ルール決めてきました。まあ、ポンと出しておきますけど、コンセプトアレンジが設定なし、講師レベルの操作禁止、マーク設定なし、サブ監督なしといったね、特別ルールを設けさせていただいたということで、まあ、今回ですね、ちょっとブラックおもちゃの方はいないんですけど、まあ、おもちゃの方がですね、一人やっていこうかなと。まあ、ちょっとね、ここね、最下位なんで、この後半戦ね、少しでも勝ち点を積み重ねていきたいところということで、今週当たった選手というか、まあ、先週になってなっちゃうのかな、今週土日なかったんですけど、ベネディットですね、レベマ起用で、こちらサバニエルですね、こちらもレベマにしております。そして一人がドゥパンサバタ、まあ、この選手スパサブなんで、後半から出していいということなんでね、まあ、後半の途中か頭からかね、行こうかなと思います。でウリさんの方がムバッペとあのキーパーか、はい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 、なるほどね、はいはい、でサールかスパサブの、オッケー。ということで今回はコンセプトアレンジとかは何も入ってないみたいな感じですね。マーク設定もなしみたいな、でサブ監督も連れてきてないですね、スライスラーみたいな感じになってます。ここでね、まあ、勝ち点1拾えるか拾えないか、まあウジさん今2位かなだと思うんで、ここで何としても勝ち点1は欲しいところですね。前回というか、1回目が最終的に追いついてみたいな感じだったんでね、はい、ちょっとね、一人でやるのもこれが2回目かな、ガチキング、結構緊張してるんですけど、前回ね、ちょっとね、言葉数というかね、口数が少なかったんでさあ、ということで、まあ、これでロナウド絶好調か、ロナウド入れようかな、ムバッペここは入れようか、ムバッペロナウド行くか、そうだね、ロナウド結構落ちてくるからここでもいいな、でこれでいくか。プジョルいかついな、スタジアム夜夏晴れ普通普通 OK で環境設定も OK だね。さあということで時間をまだありますね。ウリさんのレートが今3474ということで、おもちゃ TV も、レート今931といった感じでね、あんまりマイクラブの方はまあ試合できてないんですけど、まあ、結構ね、先週まあ均一化とかあって、まあ、均一化の方はかなりね、まあ、2日で何試合ぐらいやったろうな、40試合から50試合ぐらいやったのかな、結構やってるんで、まあ、操作にはね、 PSO の方も今ね結構慣れてきてるというか、感覚は戻りつつあると思うんで、この後半戦ね、一発目ちょっと勝っていきたいですね。さあ、まあクロップなんで結構ね、ウリさんのなんつうのかな、守備の読みがね、やっぱりすごい激しいんで、すごい上手いんですよね。やっぱりだ、縦パスなかなか入れさせてくれないと思うんですけど、ちょっとまあ攻撃的にいければなということでお願いします。さあ、ここムバッペ当ててるからな、総合値100ムバッペ、ここら辺はちょっと落ち着いてパスを回していこう、中の縦読みをしてくるはずだからな、よいしょ、 OK、 奪える、ベネディット来た、ロナウド OK、 ナイス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 、ということでこれいつも通りですね、ゴールパフォーマンスは、1回見るみたいな感じで、でリプレイ流すみたいな感じですね。よし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 、ここうまく刺さったかな。まあ、ちょっとね、ウニさんのあのボールをね、中盤でカットできたところが良かったかなってた感じですね。いや、いいよこれ、早い時間先生は。ただ火力あるから絶対。ここ集中よ絶対。ワンパでここ行ったの良かったかな。まあ、ちょっとラッキーだったけどね、抜けてね。オッケー、ニア。ロナウド ST いいよ。聞いてる聞いてる。さあ、本来はここに1個下げとかありますけど、今回なしなんで、これ面白いところだな。さあ、カール・ハインズ、あ、止めて、バリオス、まずい、危ない、セイ。さあ、ロナウド、ムバッペ、 OK、 ここいいねいいねいいね、サンチェス来た、いやー、ずれるか、ムバッペちゃん、ムバッペ、いや、これならないか、
いや今のねずれなきゃよかったんだけど、ちょっとスパキャン入れたから止まったのかな。やばい、ルンメニがえぐい、マジで AI やばいな。おさえラッキーラッキー、いいね。さあ開幕戦線はでかいよ普通に。ルンメニが怖え、イカチちょっと丸に上がってこう。ダイレクト、オッケー、ここ立て、いや無理か、読んでるな、さすがだな。いや、ラッキー、危ねえ危ない、蹴ってこうか、クジョルに勝てろ、いけ、ムバッペ中盤切って切って、ムバッペ来るでしょ、奥で、なんか当てくるぞ、よし、ナイス、マニキ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 、オッケーオッケーオッケー、ワンパン、オッケーいいよ、運ぼ運ぼ運ぼ、運べる運べる、ロナウド待ってこい、ずれるか、そこレナト、レナト、なんででかくなる、そこダッチ、ルンメ逃げ、ナイス、オッケーオッケーオッケー、ロナウド、ウーバー、シューキャン、そう、ナイス、ベネディット、お、なんで振りかぶるなや、ちょっとね今いいんだけど、前はめてきるよ、取れる、くぅ無理か、あるある、いやー、いやいい攻撃できてると思うんですけどね、結構積極的に前から、これどうしようかな、来い、いやあ、迷子じゃないんだ、オッケーオッケーオッケー、さあいいよ、いい形いい形、はまってる、はめていこう、レナト、いや無理か、これ素早い、素早く素早く、なんか切って、うわうまい、これめっちゃうまい、このプレーうめえ、危ない、くっ危ないうん、危ない、やあのね、今ビエラに入れた横のパスがめちゃくちゃうまいんですよね、あれ飛ばされると結構ピンチになっちゃうやつだから気をつけないといけない。 OK、 ロナウド、ビエラ強い、戻ってしまう、ワンパここワンパでしょ、レナト、いいよレナト、ここそう、いや観測やろう、オッケー、遅らせよう、ナイス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 、奥まで合わせよう、トラップするか、来ない、サイド使ってくる、オッケー、危ねえ、ロナさんマニュアルで落としてこう、いやー、うー、いいねいいねいいね、奥まで見よう、奥まで見よう、ビエラのとこ見よう、そうそうそう、ナイスです、たたきよう、たて入れつないよ、うまい、いやー、やられた、あ、リプレイ飛ばしちゃったかな、いやー、これここなぁ、ここ持ち前、ここで外されてロナウドですね、ここうめぇなぁ、開幕あるか、いややばい、ちょっと待って、こう集中、オッ
け。いやーちょっとね、なんかね、ガチキングね、前半の終了間際によく追いつかれてっていうのがめっちゃ多いですね。ただチャーマ君の時もそうだったし、ヒューバさんの時もそうだったような気がするんだよな。これでいくか、まだ。うん、そうだね、ビエラとネドベとか中盤ね、レジェンドのこの2枚が結構怖いところだね。いやー、さすがに攻撃の火力がすごいな。あの中盤のね、ための作ってさ、あのトップに入れるのがうまいんだよね、やっぱり。あそこが結構簡単に入れてくれないから迷っちゃう。取れよ。いやー、悪か。うん、どうしようかな、これ使ってくる。ここ取れ。 OK、ヘルワンタッチ、無理か、くわ、ナイス。頑張れバリオス。オッケーオッケーオッケー。どうしようかな、下げましょう。レナト、ベネデット、頑張れお前、やれ、やりきれ。やばい、ウーボップ早い。うわーマジか、くわー、ここきついね。いやー逆転か。ここでね、ベネデット頑張ったんだけど、やっぱ行かれちゃったね。これはちょっとサイドルーベンかな、サイド張りすぎてたかな。いやーここには抜かれたか。さあまだまだある。ここでね、サパタくんがいるんで、サパタ入れていきましょう。レナト・サンチェスならどうしようかな。中盤はこれでいいような気がするんですけど、どうしようかな。迷う、めっちゃ迷うな。まあいいか、ビエラ入れようか。1枚はまだ残そうかな。いや追いつきたい。やっぱりあれだな、カウンターするで。よいしょ。いやーこれ無理か、無理か。さすが落ち着いてんな。されるか。ビエラナイス。もう一個奪える。いや無理か、奪えない。あっ、強っ。いや、クリアでいい。 OK、 抜けた。こっち、行ったと思ったんだけどね。ちょっと待って、変えようか。もう一枚変えられるから。どうしようかな、これ。中盤の選手連れてきたね、また。迷う。ミュラーをね、入れるか迷うね。ちょっと重いんだよ。ルンメ逃げ。カールさん入れるか。カールさん !100 カールだからな。当ててきたから、入れよう。ここはね。サパタいいよ、めっちゃいい動きしてた。やっぱあのムバッペでさ、あれだけ粘れるってすごいよね、普通に普通にすごいよね。あ
そこは粘られないからな、普通ゴール前で。どうしようかな。モノラス行っちゃいなよ。無理か。出ちゃい出ちゃい。マイボー。いや、相手か。戻ろう。オッケーオッケーオッケー。リサもやっぱりあれだな。ここら辺めちゃくちゃ落ち着いてんだよな。当たり前か。いや、いけ、サバ。いやー前ここ行かせたくなかった。オッケー、ナイスナイス。サッパーった。ワンパーで落としちゃって、もう一回出ちゃってみたいな。上がらしちゃって、ロナウド使って、もう一回使ってみたいな。もうサッパータまで行っちゃう。サッパティ、サッパティサッパティ来た。いや、やっぱお前だわ。本当に信じるわ。いや、サパーティー、やっぱ浮いてたね、サパーターのところ。なんか今作はでも、うん、なんだろうね、2020ってなんかフライパス出してもこう通んなかったりとかするんですよね。やっぱり違う方向に行っちゃったりとかして。ただここやっぱり通ったね、出すつもんだね。いや、これはいいよ。よし、3点目行こう。3点目行こう。富士山と2対2だったけど、ここ勝ち点めっちゃ欲しいけど、前かがみに行かないと絶対やられる。待って、ここ緊張するよ。オッケー、一個飛ばそうね。お前パス、お前縦当てちゃおう。サパティ、サパティ、ゴリレ、サパティ、ゴリレ、サパティ。あー無理か。ビール、うわー、ずれんな。やばい、これまずい、非常にまずい。マヌラス、コースタス、こっち落ち着け。オッケー、いざなって、ナイス。これちょっと怖い、ノアちゃん捕まえられない。カールちゃん、まあ入れ。マジか、うまっ、やられたな。やっぱサパタ向こうもすごかったな、これこれね。ミーツさんだけど中のやつ。ただやっぱここのさところで一回集権挟むのがうまいよね。まだわかんないか、あるかいけ、まだまだ参える、まだ参るんだ。あー無理か。くっ、かー、うまい。いや、うまい、そこ見えてんのうまい。やばい、守備の枚数が足りてない。オッケー、中蹴っちゃえ、お前頑張れ。ビエラ、粘れ。ぐわー、いやーマジかー。いやーでも結構いい試合できたんじゃないかなっつった感じですね。まあ今回惜しかったけど、やっぱ最後いかれたねー。やっぱあれだよね、追いついてくるし、最後なんならもう勝ち越し決めてきちゃうみたいな。まあでも結構攻撃的に行けたんでね、まあ良かったんじゃないかなって感じなんですけども、こういった感じでですね、まあ今回ね、まあウィジさんとやってきたということで、まあ初戦、後半戦の初戦負けちゃったんですけど、ただ結構まあいい試合できたんじゃないかなということでですね、次が、まあチャマくんということで、おそらくそうだと思うんですけど、まあ、これね結構でもいい感じで試合できたと思うんで、宇治さん今2位ですしね、やっぱり少しでもまあ勝ち点拾っていけるように、まあ今後もねやっていければなと思うんです。まあ、ということで終わります。さよなら。